どうもこんにちは、ディオンです。ついに1999年ですけども、もう今年も、12月23日にやっと発売が決定しまして、もうちょっと発売できるようになりましたが、今回ディオン食卓2は、まあ、前作のディオン食卓からだいぶガラリと雰囲気を変えて、雪山で、ローラがアドベンチャーをするゲームになっておりますが、まあやっとというか、やっと間に合って出るのもついに冬になってしまって、雪山のシーズンちょうど合っているゲームになってしまいました。ぜひ、D2 をやってですね、1999年という、結構綺麗な並びの、大きいミレニアムの終わりに、何かを考えてもらえればいいと思っております。ぜひ12月23日で、発売しますので、6800円 GD ローム4枚組ですから、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。買うもろ、
どうもこんにちは、イオンです。ついに1999年ですけども、もう今年も、12月23日にやっと発売が決定しまして、もうちゃんと発売できるようになりましたが、今回ディーノ食卓2は、まあ、前作のディーノ食卓からだいぶガラリと雰囲気を変えて、雪山で、ローラがアドベンチャーをするゲームになっておりますが、まあやっとというか、やっと間に合って出るのもついに冬になってしまって、雪山のシーズンちょうど合ってるゲームになってしまいました。ぜひ、D2 をやってですね、1999年っていう、結構綺麗な並びの、大きいミレニアムの終わりに、何かを考えてもらえればいいと思っております。ぜひ12月23日で、発売しますので、1800円 GD ロム4枚組ですから、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。買うもろ